チリのウアッソウアッソとは、チリの電ンンジンであり、優れた機種である。アルゼンチン、ウルグアイのガウチョ、アメリカ合衆国のカウボーイ、メキシコのバケロやチャーロとよく似ている。なお、女性型はウアッサであるが、チナの方が彼の妻や恋人を表す用語としてよく使われる。チナの故障は、クエカの踊りの最中に見ることができる。ウアッソスは通常チリ中部の渓谷地帯に乱すことができる。 彼らは、チリバに乗り、典型的に、チュッパージャと呼ばれる麦わら帽子をかぶり、また、短いアンダルシア風のウエストジャケットの上に、尻の上の装飾された、革ギャハンと4つのラベルと多くの典型的な衣類の、ある、美しく長いすねの白車を支える生で隠された革の、白車のホルダーと同様に、マンタや、チャマントと呼ばれるポンチョを着る。ウアッソスは、 チリの民衆文化の中で重要な部分を占めており、パレード、フェスタ、祝日においては、死活的な部分である。クエッカの踊りのコイチーナは、ウアッソの長きにわたる活動により続けられ、伝統的なデリゲールにも同じことが起きた。チリでは、ウアッソやアワサードは、まとまなーや、 都市生活の洗練さのない人間を言及する際に、レッドネックと呼ぶ時のように軽蔑して使われることも、ある。マルチ上からのウアッソ一般的に複数の説が、発展している、ケチュア語で、孤児、共同体に属していないものを意味する、ウォーケシャ、つまり自由活宿なしである存在は、ウアッソ、ガウチョの神話の中で重要な要素であり、もう一つの説としては、ケチュア語で動物の後ろ、 ソや、田舎者を意味するフアスから来ているとする説もある。さらに、スペイン語のアンダルシア方言と、アメリカ方言から来た、グアソ、英語は最後に感じられるものである。民間語源の様式では、自由な騎士と、洗練されていない田舎の武骨者といったウアソの、コントラストするアイデンティティを一つに導いた。両者は共に、地理で使われる用法である。ありがとうございます。